人のティナです。 Hello 大家好我是日本人的モニャン。今日のテーマは日本人の匂いについて。そう、私初めて日本に来た時に、本当に上陸した瞬間、上陸って台風ですか？台風何号？日本の台風何号？じゃあ1号。そう、なんか本当に来た瞬間、税関に行った瞬間、すごいいい匂いと思った。日本の匂い。なんか日本っていう国の匂いがすごいいい匂いしたし、あと日本人の匂いもすごいいい匂いしたんだよね。自身から。そう、人からでも土からでも。土？日本でいう国の匂いね。日本に上陸した時にあなたは土の匂いを嗅いだの。土っていうか、なんか日本に来た時の日本の匂い分かる？なんか国それぞれ、あるね。そう、まあインドだとあのカレーの匂いのイメージ行ったことないけどね。そういう感じない。そう、フィリピンだとちょっと香水の匂いがするとか、強いコロンの匂いがする。そこもそんな感じかな。そんな感じだった。そんな感じだ。日本はすごいなんかいい匂いする。なんか普段とかなんか努力されてる？みんな努力そういい匂いするためにまあ日本人が気にする習慣を持っているのは確かだと思う。あの清潔感が大事なの。そうだから匂いに関してもやっぱり清潔感の一部として気にしてる。やっぱり服とか生乾きの匂いしたら嫌じゃん。特に営業とか人に会う仕事をしている人は特にそういうことを気にするだろうし、逆に香水をつけれないとか。ああ、そういう職業。爽やかな匂いとか、洗剤の匂いとかだったらいいと思うけど、香水の匂いはアウトだと思う。ああ、なるほどね。あとはあの体からだけではなくて、服からだけではなくて、頭からもいい匂いするんだよね。頭、髪の毛。髪の毛ね、頭から。でもシャンプーとかの匂いなのかな。あとはオイルとかの匂いとか、ヘアコロンとかヘアスプレーみたいな。売ってるね。売ってるよね。うん、普通に売ってる。ジルシャードとか。そう、ジルシャード大好き。そう、売ってる。私もジル使ってる。めっちゃいい匂い。そっか。だからかな。ああ、だからやっぱり気にするね、みんなやっぱり匂いを。この前出たブレスケアも。確かにブレスケアもそうだね。そう、日本しかないんじゃない、あれ、あの商品。いや、あるでしょ。台湾にある？あ、台湾では多分ガム食べると思う。あ、ガムめちゃくちゃ売ってるね、台湾で。そう、だからブレスケアよりは多分みんなガムを食べる。でもガムって胃の中まで匂いを消してくれないから、ブレスケアは最強だと思ってる。台湾に絶対持っていく。台湾で多分私住んでた時は売ってなかったけど、今売ってるかな。そうだろうね。あとはちなみに台湾、台湾の匂いはどうですか？日本人からして。日本人からして、正直私いろいろ聞いて、正直言っていいですか？台湾が大好きなモニャはきっと台湾の匂いが大好きだろうな。あのコンビニの匂いだけが正直最初ちょっとダメだった。何の匂い？私全然思わないんだけどね。シャイエタン。あ、いや、美味しい。めっちゃいい匂いじゃん、シャイエタン。そう、半熟卵みたいな感じなんだけど、ちゃんと味が入り込んでて美味しい。すごい説明下手だったんですけど、あれはお茶？お茶。お茶だよね。お茶、すごい。黒い、めちゃくちゃ濃いお茶みたいな。汁の中に卵の殻がちょっと割れたようなゆで卵が入ってて、それがね、八角かな、あれは。あ、八角入ってる。入ってると思う。そう、日本人はやっぱり八角の匂いが受け入れられないの。そう、なんか複雑って言われるけど、私全然慣れてるから普通。何も思わないかな。私は32回台湾に行ってるから、私はもう
うコンビニの匂いがわからなくなってきてる。台湾の花になってるね。臭豆腐だけはね確認できる。やばい、そうだけもう臭豆腐を結果、そう臭豆腐以外は逆にもう台湾だよねみたいな感じ。すごい台湾人だ、もう鼻が台湾人になってる。臭豆腐だけ拒否する。やっぱ臭豆腐、え、でも食べれない、食べたことない。え、日本で売ってるかな。売ってない。あ、そういうこと、うん、台湾の台湾料理屋さんで臭豆腐売ってるかどうか。次